皆さんこんにちは。今回は3月のお気に入りの商品をご紹介しようと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。ではまず1つ目は、こちらの、最近花粉対策で紹介した資生堂 D プログラムのアレルバリアミストです。これはもう実際に毎日朝使うことで、花粉ですとかあと、外敵の刺激から守ってくれるというミストで、ちゃんとこれはね効果を本当に発揮しているなと実感しています。花粉による、症状とかの緩和にも、なっているようです。あと花粉とかによる肌荒れの防止ですね。それが一番やっぱり、しっかりね、守ってくれている、効果を発揮しているものとして手放せなくなっています。はい、そして続いてはこちらです。こちらも新しく使い出したものなんですけれども、アイハーブで購入したダーマイーのアンチリンクルトナーです。こちらはビタミン A 配合の、アンチエイジング系の化粧水になるんですけれども、初めてこのシリーズを使ってみて、このトナーがなかなか良かったですね。ビタミン A は肌のこう再生を促してくれるような、効果があるということで、肌がすごく安定しているような感じがしていて、以前使っていたものよりも、保湿ですとかそういったところもあるので、こちらは結構気に入ったなと思いました。はい、そして続いては、こちらのアテニアのホワイトジェネシスです。こちらは美容液になるんですけれども、美白の新しい美容液になっていて、これ現品をアテニアさんのモニター当選をさせていただいて使っています。実際こう美白関係の美容液っていうのは結構ね、高いものから安いものまでいろいろ使ってきてみているんですけれども、これが一番実際に効果を実感できたのは初めてじゃないかなと思います。詳しい成分などはあまりこう説明はできない、私からこう説明が難しいんですけれども、遺伝子レベルから研究して開発されたという、かなりアテニアさんの自信作ということで、すごく期待して使い出していたんですけれども、なんとなく肌にこうもやっとあったシミのようなものがいつの間にか消えているなと思いました。使い切ったら実際に自分で購入する確率がちょっと高いかなって思えるぐらい、かなり気に入りました。そして続いては、こちらですね。これはちょっと少し前に2月に紹介したと思うんですけれども、パーフェクト V リフティングという、こうフェイスラインですね、顎周りの、リフトアップのマスクになるんですけれども、これ実際ちょっと使ったのは2月になっていて、で3月にちょっと紹介できなかったのでここで持ってきたんですけれども、こういう感じのピンク色のこう布みたいな感じなんですね。中はこんな感じのものになっていて、かなりこう引っ張る力がすごく強くって、多分10分ぐらいですかね、これをこうつけたままいるんですけれども、で取った後そのリフトアップ効果とか、あとこうスリミング剤みたいな、感じのものが、ここにこうついているんですよね。でマスクこれ取った後のフェイスラインはなんとなくそう見えたのかもしれないんですけれども、すっきりした感じは私はすごく実感できました。はい、そしてメイクアップ製品なんですけれども、3月は、こちらの、ジョンセンムルの韓国コスメなんですけれども、ジョンセンムルのクッションファンデーションがお気に入りでした。韓国で第一線で活躍しているジョンセンムルさんっていう女性のメイクアップアーティストさんが開発したメイクアップラインのファンデーションになるんですけれども、クッションファンデーションということですごく使いやすいのもいいんですが、やっぱりカバー力と化粧持ちの良さが、かなり良かったですね。そして続いては、こちらの、チャコットの、フェイスパウダーです。こちらはプラザで、ケアベアとコスメブランドのこうコラボで限定で発売していたシリーズの一つになるんですけれども、私はこのルースパウダーだけを購入して使っていました。結構さらっとした化粧崩れをさせないような、パウダーになっています。容量もたっぷりあるので、今年これをねしっかり使っていきたいなと思っています。
はい、そして続いては、アイメイクのあたりなんですけれども、まず1つ目は、こちらの、ミシャのジュエルドロップリキッドシャドウです。最近このリキッドタイプのアイシャドウとかグリッターにものすごくハマっていまして、でこちらも2色新しく購入したものの1つになるんですが、こちらはこんな感じでもうすごくあのキラキラな、ヌーディーな感じのグリッターが入っているものになっていて、でこれはあのアイシャドウのベースとしてアイホール全体にちょっと広めに、ぼかして塗って、その上から色物のアイシャドウを重ねるっていう使い方をしていました。まあ、とにかくこのキラキラが本当にすごく綺麗 で、塗った後すぐにこうちょっとね軽くぼかすとこんな感じでこうラメ感だけがこうついてくれる感じ で少し目元をねしっとりさせてくれるので、その後のアイシャドウののりもよくすごく発色も良くなります。続いても、アイシャドウなんですけれども、こちらの、プリズムインアイズというエチュードハウスから出ているちょっと高級というか、まあ、イタリアで製造された、アイシャドウシリーズのものになります。でこの PK002 番という、少し薄めの、ピンク色なんですけれども、これもすごく綺麗で、こちらもこんな感じですごく、ね、優しい可愛いピンク系のカラーになっています。光に当たることでやや、ピンクとかラベンダーっぽい感じの光り方をしてくれていて、これもアイシャドウのベースとして使うことが多くてものすごく活躍しました。でイタリアで製造されているものなので、さすがにこう、色のこの月とか、こなしっていうのはもう最高にいいです。そして続いてもアイシャドウなんですけれども、こちらの、アピュのクチュールシャドウです。こちらの、ね、13番はもう本当にすごく面白い色で、こういう感じでこう見た目はこうイエローグリーンっていうんですかね、黄緑みたいな黄色みたいな感じ でグリッターがたっぷり、キラキラしたものになっています。これが本当につけるとめちゃくちゃ可愛くって、こんな感じで黄色いピグメントがキラキラする色になっています。これはそんなにこう派手な色とかではなくって、もうキラキラがこう面白い変色をしてくれるので、いい感じでこう目元の印象をですね、作ってくれるようなカラーになっています。でもう一色のこっちの14番の方はちょっとワイン系のブラウンのカラーなんですが、こちらはつけるとベースはブラウンなんですけれども、グリッターがこうピンクに発色してくれるカラーで、これもものすごくね面白い発色で、本当に使っているだけでもう自分のテンションが上がるというか楽しくなるようなアイカラーになっています。なんか3月はなんとなく単純にこう色物を使うっていうよりはこうピグメントとかラメとか、あと偏光パール、デュオクローム関係のものですね、表情の変化で、ニュアンスがこう変わる、ちょっとこう変わった面白いアイシャドウを、使うことが多かったですし、すごく好みなので、おそらくこの流れは私、まあ、今年ずっと、追い求めていく、ものになっていくんじゃないかなと思っています。そして続いては、こちらのフィジシャンズフォーミュラーのリキッドアイライナーです。3月はまたねこのリキッドアイライナーをこう使い出して、やっぱりいいなと思ったので、よく3月はこちらを使っていました。で色はブラックとブラウンと2色持っていて、特に私はこのブラウンを使うことがものすごく多かったです。で色はね結構薄いんですよ実は。なのでこう重ねると濃くもできるんですけれども、あまりこうパキッとなりすぎないところが使いやすいっていうのと、で乾くのも早いですし、乾けばにじんだりすることも全く起こらないので、まあ、そういう意味ですごく便利でした。そしてリップ関係なんですけれども、リップは特にこれっていうのがなくって、本当に毎日毎日いろんなものを使っていたんですけれども、まあ、その中でも、こちらのエチュードハウスのチェリーモイスチャーというシリーズの、ブルーのちょっと透明感のある、グロスタイプのティントです。こちらは最初はこんな感じの透明感のある色なんですけれども、若干こうピンクに変色してくれるタイプのグロスティントになっています。で、ブルーのこうキラキラしたラメがすごく存在感があって、
朝時間がない時にもうリップの色をちょっと選んでいられないなっていう時はこれを使っていました。そしてリップはもう一つ、こちらですね、エチュードハウスなんですけれども、こちらもディアダーリンティントのオイルティントタイプのシリーズになっています。色は、PP の501番と OR の202番ですね。で、先月もそうなんですけど、3月もオレンジのリップをよく使っていて、でこちらはこんな感じですごく鮮やかなオレンジカラーになるんですが、オイルティントなので少しこうシアー感というか透明感が出るオレンジになっています。でもう一方のこっちの PP の方なんですけれども、こちらはややローズ寄りのピンク系のカラーになっていて、でこれもオイルタイプなのですごくしっとりこうツヤ感のある仕上がりになっています。このままだとやっぱり色味がちょっとパキッとしすぎているなといつも思うので、いつもこれは塗った後に少しだけこうぼかしてなじませて、本当に少しだけこう色をね唇にこう足すぐらいの感覚で使っていました。こんな感じです。はい、ということで今回は3月のお気に入りのアイテムをご紹介いたしました。だいたいそのお気に入りになるっていうのが、新しく手に入れたものを使う頻度が高いので、その中からになってくるんですけれども、また4月もですね、新しくコスメどんどん、ご紹介すると思うので、その中から、お気に入りがたくさん見つかるといいなと思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。